ちょっと待って、はい、これ全員分の全員分それで、これが全員分で、そうです、はいはい、ヨナガションしっかりしてらっしゃる。しっかりしてないですよ。なんかでも整形今してきましたみたいな感じ。そうです。何やってる、ちょっと出るよもう。ちょっとあいにくの日をくださいましてありがとうございます。女装が3人も集まれば雨も降り、伊豆急下田駅です。ここが途中品川、横浜、熱海、伊東。やだ大変。全然探そうとしてないです。うん、やだ大変。一生懸命探しなさい。何落としたわかんないね。なん網を落としたって。あ、網この下こういうの。それがないとマイク使えないの。ここいや、使える。使えるならいいじゃん。使えます、うん、あ、どっかにある。うん、これ安い。そしてミツさんすごいわね。なかなか足があった。あ、何度も心配かけて。魚肉ソーセージとさ、おにぎり付きどっちがいい？魚肉ソーセージの人手挙げたか。魚肉ソーセージにさ、あ、やだ、おにぎり付きの人手挙げて。何がじゃああんたたち望みなのよ。ただのラーメン、ただのラーメン2つと魚肉ソーセージ付きを3つください。こちらの単品とおにぎりセットですね。違いますよ、全然。ただのラーメン2つと、はい、単品がお1つ、はい、魚肉ソーセージセットを3つ、はい、魚肉ソーセージセットが2つ、はい、ラーメン 2つじゃないですか。2つ、うん、単品を2つ、単品が2つで決まりました、はい、似合うわね、フェイスシールド。似合うとか似合わないとかあるね、ヌードルのお届けなんですが、12時頃予定してますが、よろしいですか？12時？お届けの方がよろしいですか？そうね、そうね、はい、すいません、もうほら、椅子さっきあれしたが、何で済まして座ってんのよ、あんたお詐欺して。網がないとかさ。そうよ、あんた汗だくになっちゃったわよ、もう。やっぱ変なとこね、行っちゃった。背中しか映んなくない？私これ。ここやだ。私持とっか、それじゃ。持った方がいろいろ取れるわよ。うん。これ私もうこういう時に ADHD になるからさ。これ何？わかんない。なんだっけ？何これ？グラスよ。カメラを落とうと思ってんだけど。グラス持ってんのね。もうダメなの私。本当にこういう時、ほらわ、こっち何しようとしたの？で、ほら。車窓が素晴らしいじゃない、このタピールは。そうよ、こっち車窓よ。こっち廊下側なんだけど、今廊下側ね、これ動かないかって顔じゃなくて上向いてよ、上を向く人。この天井のこの窓が素晴らしい。天窓がね、正面向くようになってるのね、これは。顔を打っちゃうの。顔打っちゃう、顔追跡なんだろうね。一応顔なのよ、これでも。いやいやいや、ほら、旦那さんと避けるもん。よろしく、今日はよろしくお願いします。伊豆高原。ちょっと待って、ごめんなさい。景色いいわね。ね。はい。はい。あら、動きさん。はい。あ。
ずいぶん早く、ありがとうございます。なんかやだ、すごいごねたみたいな、やだ、感じました。大丈夫、本当ありがとうございます。持ってくるのね、ありがとうございます。コロナの影響で、ちょっとこういった提供方法になってるんですが、ゴミもなので中に入れていただいてもよろしいですか。わかりました、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。ご相談いたします。なるほどね。もうバレてるよな、私ね。バレてる。え、バレないように、なんか今日、ウィッグかぶってきたの。まだその辺のスイッチが曖昧だったもん。なんかグラサンしてたし、マスクしてたし、普段しないようなカツラかぶってるし。そう、なんか今日なんか、波江津子さんみたいな感じ。やだ。ラーメンあげましょうよ。そう。これもラーメン。全部ラーメンなんだけど。なんか小さいのが多分ラーメン単品じゃん。あれがあるんでしょ、ソーセージ。で、こういうことでしょ。何かまとめて入ってる。そうそう、やっぱりちょっとあれね、召使みたいな人ちゃんと連れてこないとむしろダメだもんね。何もできない。見えない、見えない。何で開けらんないのよ、あんた。貸しなさいよ。目の見えない3人で。でもそうだよ、これ3人同い年なんですけど、一応私が芸歴としては後輩だから、そんなことちゃんとやらないと。いやでも最近老眼来てんのよね。それ来てるよ、ね、すごい。なんかこの間まで気づかなかったのよ。嘘でしょ。いや本当に本当に。コンタクト汚れてそうだもんね。え、コンタクトが汚れてそう。あんたよりマシよ。私ちゃんと2日に1回変えてますよ。え、2日に1回なの、嘘でしょ。毎日変えるもんなんじゃないの、ワンデー。大体いいな、2日ぐらい。そのじゃないんだから。取って外したりはしてんでしょ。してるしてる。そのままね、網膜剥離さんとバビエさんと。バビエさんはね、すごい何ヶ月か取らないんだよね。そうそうそう。半年ぶりに取ったら、角膜ペリだったっていうね。うん。あの人ずっとコンタクトなのにさ、家に何にもないのよ、液が。あの人の不潔話はいいだろう。これからこの食べるっていうのはね。サフィール踊り子。うん。一杯のヌードルが民の思い出を彩ります。あっていうか横浜駅で、あ、でも横浜駅さっき一瞬しか止まらなかったけど、シューマイ買ってくればよかった。崎陽軒ね。小田原駅でかまぼこ出して買ってこない。鈴広、これだからそこの鈴広のやつなんだって。あ、そうなんだ。あ、じゃあもういいじゃん、うん、じゃあもう。やだ、なんか生めかしいわ、こんな容器にソーセージドロンって2つ入ってる。いや、あー、すごいこれ。いやらしい ね。やらしい、これ見てほしい。朝っぱらから何させんのよ。しかも生温かいの。そうなのよ、熱いっていう。熱い、やめなさい、もうほんと。あ、あーすごい、東海道線こんな近くにね。私家の鉄道模型ばっかり最近見てた。電車ってこんな大きいんだってちょっとびっくりしてる。プラレール違う、 N ゲージ。N ゲージ、ちゃんと N ゲージはそれはちっちゃいわよ。私鉄オタじゃないからわかんないのよ、違いがわかんない。なんかキハとかモハとか書いてる。はい、どうぞ。おはようございます。はい、ありがとうございます。さっきの持ってる、グリーン券、グリーン券とかって自分の乗車券は持ってる。え、さっきの車掌さん、あ、後ろにいたもん。あ、ずいぶん前までいらっしゃるのね。それ一番前までいらっしゃるんじゃないの。いくらさん、このグリーン券と、はい、あるのね。大船すぎちゃった。まもなく大船、まもなく大船観音がね。大船観音見たいから後ろよ。何それ、楽しいの。大船観音楽しいわ。怖いわよ、大きいよね、大きくて。なんか神奈川県民はみんなあれに怯えて暮らしてたのよ。観音様出てくるよ。見下ろされてんだ。お化けみたいな、なんか山の上なんだよね。本当にお化けみたいな。昔俺マツコさんが大船観音して白い衣装作ったじゃない。俺はこれをモデルにしてたのよ。今ちょっとじゃあ出てみましょう。ちょっと。あ、本当？もう見えるの？あれね、あれあれ。でかいのね。でしょ？大きい。もう大船過ぎたってことはもう次藤沢、茅ヶ崎を。そう。もうあんたこれ鎌倉なの？でも鎌倉市なんだよね、大船ってね。そう。鉄道で。硬いわね、これ。なんでこれと。いただきます。ダメだと思う。いただきまーす。そうだ。え？これさすがに取らなきゃ食べらんないわよね。まあいいんじゃない。食べてる時は仕方ないもん。うん、おいしい。うん。私はソーセージからいっちゃうから。おいしそう。
あ、なんかね、海の匂いがする。海の匂いだよ。海産物の香りだよ。あ、なんか魚肉してたもんね。うん、おいしい。なんかちくわとソーセージのあいのこみたい。ちゃんと作った魚味噌みたいな。うん、香辛料も効いてる。そのままだね。うん、藤沢駅通過中。すごいね、この絵に描いたような大和ハウスのタウン。あ、これ大和ハウスタウンなんだ。まあ、大和ハウスが作ってるだけあって、なんか工業製品みたいな家ね。あやさん、茅ヶ崎までは前来たことあるじゃん。あの角があるわね。地獄の、うん、地獄の。ああ、女装で海水浴。3人ともいたんだよね、あの時は。私、行ってない。あ、日本さんいなかったんだよ。いなかった。ダイナさん、和服で、ビーチ2時間、2、3時間ほど突き歩いて、大やけどを覆ったのよ。夏の海のね、太陽って、本当あの、殺人兵器よね。なんで無責任に着物着てこいって言うんだよ、この人。ちょっと暑いのにさ。まあ、脱がかったのね。あれは本当、損害賠償もんだと思う。そうよ。見出しもくれないのよ。お金じゃないのよ。ね、でもすごい かけがえのないね、思い出がね。そう、まあマツコさん海に飛び込んでカツラ流されたじゃん。うん、なんか未だに思い出したらちょっとムカッとくるのよ。いや、これもう茅ヶ崎過ぎちゃったんじゃないの。あ、もうごめん、過ぎた。相模川。これ相模川か。あれ抜けて向こう側もう海なの。うん、そこが海岸線で。意外とこの辺ね、海沿い走ってる。うん、何あれ、何作ってんだろう。工場なんだろうね。いい色ですね。あ、緑風さん色で。他のところの色味も風さんっぽいね。顎先とかずっとついてるじゃない。顎先。あのダクト、顎が流れてくるね。この材料がこう。もう平塚だじゃん。あ、平塚なんだ。本当だ。美味しゅうございました。うん、ね、飲み焼きに食べたい味ね。ちょっと懐かしいな。優しい味だ、うん、これおかわりただの。何枚でもいけるってこと？YouTube で見た感じはそんなことしてるし、すいません。あ、いえいえ、ありがとうございます。気がつかなく、いえ、揺れるな、ね、こぼれるでしょ、それ。やら、そんな手着だなんて。じゃあ、恐れ入ります。ただもう、失礼がぶっこきます。久々に継ぐで、あ、これ超難しい、ね、超でしょ。怖い。うわ、うわ、うわ。でも多分60過ぎて水商売はみんなこんな感じよ。ジジイのしょんべんみたいな。やめなさいよ、もうジジイのしょんべんとか。もうあら、ごめんなさい。泡立ちがひどくて、泡立ちが、ね、これは糖尿の毛がありますね。糖尿の毛か。ダイナさん、恐れ入ります。継がせてください。お釈迦いたします。いいじゃん、猿山の毛づくろみたいな。そうだ、ね、で、これでさ、ジャバ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 さ、年上のホステルがこぼして売り上げだって、ね、売り上げだ、ね、あら、見えなかったわってロゼ開けるのよ。6時になったらもう一回水商売やってるね。え、なんかでもそんぐらいになったらいいかもね。仕事の量も多分調整できてるだろうから。出る前は60なんて。いや、そうだ、あと15年よ、私。うん、あんた、どこでやる？2丁目じゃない気がする。2丁目はちょっと違うわ。どこじゃ、伊豆とかいいんじゃない。ああ、でもなんかあるある、なんか熱海で伝説のオカマバーみたいなのがあったって聞いたことある。伝説とかになりたくないのよ。ひっそりなりたい。ひっそりや。噂を聞きつけてきましたとか、そういう客嫌なのよ。あんたでもそんな贅沢なこと言ってたらさ、あんたお茶っ引きでさ、今日も坊主だったみたいな。そうよ、だから今から貯金しとくんじゃないよ。それはそれで、いや、お金の話じゃないわよ、あんた坊主。なんかその方が疲れるんだよね、お茶っ引きの方がね。店の酒をさ、あんた手酌で飲んでんのよ、暇なもんで。悲しいよ。それは昔とった絹塚だから、近所のじいさんとかが飲みに来てくれるわよ、同じ商店街のさ。あんた、そんな絹塚取ったことないわよ。いや、昔よくテレビで見てたんだよ、とかってさ。15年経ったら忘れられてるかもよ。ああ、もしかしてっていう、それがいいじゃん。名前は出てこないんだけど、出てたよね。なんだっけな、かまちゃん。かまちゃんって言われて、出てけでーの人でしょ、とか言われて。出てけでーの人でしょ。どんだけか。3つぐらい混じってそうそう。ちっちきちーとか。ちっちきちー。ちっちきちー。だいぶ、神奈川県の、ね、来た ね、 ね。NTT の建物古くていいな。あの電波すごくな、NTT の。電話局の電波でしょ、昔ながら。電話局の電波ってか、あれ携帯のアンテナよ。私たちさ、街中にいたらアンテナなんて見えないじゃない、ビルの上だからさ。あと、たまに田んぼとか畑のところに行ったらさ、何もないところに鉄塔がポンって立っててアンテナ立ってんのよ。
あ、そうなんだ。そうそうそう、昔よく電柱ごとに PHS のアンテナもってあったよね。 PHS あったんだね。だから東京電力かなって、あれだもん、そう出資してたんだもん。そう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 、確か、うん、あれなんでみんな PHS だったんだろうね。0円だった。いや、安かったね。だって携帯がベラボイ高かった。高かった。旦那さん最初から携帯、うん、あら、下丸さんに払ってもらった。下丸さんに、あ、そうか、下丸さんの秘蔵庫だったもんね、旦那さん。でもあの人貧乏なんだよ。やめてよ。やめてよ。この駅また風情があるわね、これ。お客様にお知らせいたします。ただいま列車に行き違いのため。行き違いの意味が聞こえなくて大変なことがある。やめなさいよ。